今夜は涼しいねって。なんかお昼が暑かっただけに確かにギャップが涼しいかも。うん、京都を過ぎました。ゆきすごい、もう忠之さんの場所を通り抜けてる、通り抜けてる。チップさんこんばんは、石田さんちら、たきさんこんばんは、帰ってきましたかって。私まだ東京です、今から帰ります。ストガの水色担当さんの生誕祭でした。水色キムの黄色、あ、そういうことか。なんかブルーなのかと思った。よかった、気分がブルーなのかと思いました。タカさんオラ、パープルさんこんばんは、皆さんこんばんは。ですね、なんとなんと告知見ていただきましたでしょうか。告知を見ていただいた方はご存知かと思うのですが、なんとですね、7月18日に東京でイベントが開催されることが決まりまして、なんと なんと出演してくれはる方はすごい豪華ですね。見たかな、すごい豪華なイベントメンバー、結構遅めのお帰りなんですよ。そうなんです、だから今日の配信はもうこれで最後です。祝日だからできた、あ、そうなん、玉ねぎさん、つらみ、辰平さん、ウィツジュンさんこんばんは。え、めっちゃユッキー2個ライブ2個連続はすごすぎる。タカちゃんこんばんは。あと3分であんたの配信終わるそうです。あと3分、もう私は3分、もはやもう経った。玉ねぎさん音符ないそう。17は17にずらせないんですよ17無理なんですよ。シュニさんかは、そう、元 NMB が集まるっていう。レーニアさん、そう、正解、レーニアさんもなんですよ。月曜は祝日でも仕事やで、やって、一応祝日なんだ、祝日だからって、祝日やからって、マネさんが、あ、辰弘さんいけちゃう、辰弘さんいけちゃう、シンジさん行きたすぎるって、いや神イベじゃない、さすがに神イベじゃない。私も聞いてびっくりしましたね、めちゃくちゃ楽しそう超楽しそう、やばい。 BPM さんいらっしゃい、下北沢の方応援だけしときます、残念だ。ゆかるさんが何ですって、じゅんさんもめちゃくちゃいい、めちゃくちゃワクワクしてはるあ、うん、今も歩いてるから周り音結構しますよね。私は今どうやって地上に出るのかってすごい迷っております。実はこんな感じでも、そうなんですよ、7月18日、レーニャンさん、ココちゃんで、ナルさんと私という、すごいすごいメンバーですね。はい、やらせていただきます。ワクドキワクワクドキドキワクドキ、なので東京バナナお願いしますって。東京バナナ、東京バナナずっと食べてないかもです。祝日お休みだから行ける、やったー。でスタリダーさん来れる、お父さんの顔が怖いレニアンですか、正解ですそうなんです。イクヤさんこんばんは、翔平くんも、村木さんもこんばんは。行かないっていう選択肢なさそうって、塚さん選択肢ないです。タカさんバスずっと起きてるって、タレイキさんに50ユキちゃんズ、イクヤさんこんばんは、藤江チーム M が好きでしたって、もう来るっきゃないよ、こりゃ来るっきゃないよ、来るっきゃない。ユッキーマジで来るしかないべじゃん。それ。行くしかない。え、めっちゃ寒くない？ひょっとして。
ひょっとしてめっちゃ寒い。おっと、まあまあ寒いぞ。いけるかな。寒い寒い。映画だけ入ればいいんだけど。ってキャッツアイとどうなるなるなると、ナイキの魂、あ、ナイキ魂なんですってイベント一緒にイベントです。7月18日東京です。明日も大阪行くことになったので2週連続で大阪決まりました。お、チップさん、チップさんはお仕事ですか。現に握手会で20枚買ってな、まだ生きびたところに。あ、そうなんですか。3連休の3日目遠征しにくいって。あー、シンジさん悲しい、残念な、来れない残念ですか。ひょっとしてタカさんレーニアさん推しだったん。まさかの、まさかの、まさかの。いやー来てほしいね。18日来てほしいですね。メンバーがもう熱いだけに、メンバーが激熱なだけに来てほしい。うん、絶対楽しいもんあ、バンドの1周年記念ライブなんだって。それはやばい、それは確かに。ちなみにこの5日前は私お誕生日なので東京の生誕イベ的なね、ノリのねタイミングになります。これは、はい、多分東京のイベントはこれが私の生誕イベになると思う。生誕おめでとうみたいな感じかは分かんないけど、多分大阪で生誕して東京はこれかなって感じかな。風呂上がって夜飯、晩飯買いに行くか。今から食べるんですか。そういうわけではないけど、カレンダーのイベントで自分の会社がイベントの権利持ってた。すごい、何それ、そんなことあるの。強さがつきそう。早っ。父の会社の優待券で中華料理を食べに行きます。めっちゃいい、いいな、チップさん羨ましい。むちゃくちゃいいですね。16、17、18は仕事手伝えないって言って、手伝えないって言っておかないとって。7月17日生誕すればって一応今のとこ東京かそれしかない、考えてないですよね。マネージャーさんにこう皆さんお願いしていただけたらワンチャンあるかも。ちなみに大阪は13の全ぐらい開けといてください。全開けといてください大阪で生誕するのしたいんですよ。生誕祭はいつって、大阪の全ぐらい前後っていうか全何やる、歌うトークイベントって書いてた。一応あれにはトークって書いてたね。明日休みだから食ってもすぐ寝ないから食べる。お、最高。すぐ寝ると気持ち悪くなっちゃうから。え、ちょっとマジで迷子なんだが、ちょっと待って、 Google マップ見ていいですか。こっち、こっちか。ちょっと迷子だった。 Google マップが仕事しない、よくあるやつできたら生誕、大阪の生誕も行きたいって。え、来てほしい、来てほしい。デジタルダンスさん来てほしい。中田さんお疲れ様です。ゲームしながらコメントするのむずいね。何のゲームしてるんですか。ちなみに明日休みだから食ってもすぐ、あ、これ読んだわ。それで関係者として行ったので握手が行きますって本人に言ったので行きました。なるほどね、すごい、そんなことあるんですね。12日かだって、14かだって。あ、土日、前後の土日を開けといてくださいってずっと言ってたと思うんですけど、前の前前、うん、前後の土日の、まあ、前かなみたいな、脱ごすけどなみたいな。まだ発表されてないんですけどねマネージャープリーズバースデースセレブレーション。迷子の子猫ちゃん、あ、みっちゃんさんファンレベアップ。
7月10日だと参加できないかも。そうなん、塚さん、なんでなん、あかんかったん、あれこれこっちじゃない、祝日は勘弁してくださいスーパーマリアワールド、あ、めっちゃおもろいやつ大好き。ゆやくんこんばんは。7月90日ってことね、その辺かなみたいな、かなみたいな、祭りなんですか、また声に声聞きに来ちゃった。うーかさん、うーかメインの箱押しさん、こんにちは、こんにちは、ちょっと前ごっち、どっちや、そこでこう曲がればいいんかな、あ、わかったかも、わかったわかった、いけそういけそう。 What did you eat for dinner today? I ate something、I didn't have dinner、dinner, I just say something like snack, I don't remember what was that, like it was a rice bar something, and also a pancake with konomi-chan, but it was for around 6 maybe, 5 maybe, so I don't know if I can say it's for dinner or not.玉ねぎさん、ダールマさんいっぱいナイス、ありがとうございます。スーパーマリオワールド最近デート何回も消して10回ぐらい遊ぶくらいめっちゃハマってる。塩坂おかえり、おかえり、私も追いつくわ。祭りは中止なんだけど、だってなんか予定入れちゃったん、本当に10だったら日程調整頼んでおかないと。2つ目は右だよ、正解。お、どうした、どうした、だって何ご飯食べたって映画で聞かれたから答えた。ゆかさん、頼んどいた方がいい可能性あるかも、かも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 ですね。頼んでおいたらいいかもかも。新しい携帯によって携帯の自動翻訳で使わない英語使ってます。あ、そういうことなんですか、自動翻訳、すごい、なんだ、ちゃんと私は返したのに喋ったやつを翻訳はできやんかな。今日は何食べましたかって、今日はこのみちゃんと会ったので、このみちゃんとパンケーキを私は食べました。その後にちょっとスナックみたいな、なんちゃらバーみたいなの食べたので、なんかご飯っていうご飯じゃないかも。熱ならいけるからお願いね、だって。めちゃくちゃ遊んだ？楽しかったですか？だからわからなかった。めっちゃいっぱい喋っちゃった。おさむさんに食べまして。そう、というわけで今日はちょっと一瞬だけ告知をしたくて配信をしたんですけれども、あれですね、え、ちょっと待ってな、一瞬待って、みんな一瞬待って、ちょっとチェックします。あ、大丈夫大丈夫、ビビった、ビビった。そう、スナック行ってないよ。とりあえずじゃあちょっとだけ、じゃあピアって告知して、もう行くのやばいから私時間と、7月の18に、東京で、レニアンさん、ココちゃん、ナルさん、私でイベントをすることが発表されました。詳しくはホームページを見てください。ツイッターに URL が載ってます。ぜひぜひ遊びに来てください。で、生誕祭、これ私13日が私誕生日なんですけど、その近くの東京でのイベントは多分これだけになるんじゃないかなって今思ってて、大阪ではしっかり生誕祭をしたいなと思ってるんですけど、まだ日程とかやるっていうのは発表されてないですけど、ここでちらっと言うなら90とかになるんちゃうかなみたいな感じかな、知れないかなみたいな、わかんないけどね、開けといてください予定でもって、もうちょっと、今月の12日は大阪でバーベキューイベントがあります。はい、こちらは
まだ申し込みやってます。 T シャツもまだ買えちゃいます。これ予約もうちょっと増やせたらいいなと思ってるので、 T シャツもできれば完売できたらいいなと思ってるので、もしよければぜひぜひゲットしてください。よろしくお願いします。明日で、日付が変わった明日でもう終わっちゃう、申し込みができなくなっちゃうので、みんな急いで、みんな急いでください。ほんなら一旦ここでじゃあ終わります。やばい、ビャーってこうビャーって呼んで終わりますね。13位投資、12位村木さん、11位佐伯さん、10位竹さん、9位育代さん、8位パープルさん、7位エルマスさん、6位新次さん、5位チップさん、4位みっちゃんさん、3位ただいキング、2位ずかさん、そして1位は玉ねぎさんでした。ほんなら皆さんありがとうございました。また後で、また明日ね、ありがとう。ほんならね、バイバイ、ありがとうございました。